ちょこんにちは。さあ、ゆとかさん、はい、まあ、キャンプも各チームも始まってますけれども、そのキャンプ地で各チームに栗山監督、はい、まあ、ジャパンの栗山監督が出向いてる姿が見受けられて、ネットで、まあ、ネットというか、まあ、ニュースにもなってますが、来月です、台湾との試合、はい、3月の5、6、東京ドームでエネオス、侍ジャパンシリーズ2022が行われると。なんでするのかな。いや、なんで。いや、このコロナのなんかさ、そうなんですよね。まあ、その頃収まってればいいけどな、多少な。ただその台湾の選手がまず日本に来れるのかどうか、入ってくれるのかな、はい、まあ、いろいろ大変だけどね、はい、で、日本選手たちもコロナの陽性などで隔離されている選手が、まだキャンプもできてない選手もいる中で、果たして調整が間に合うのかどうかなど、いろいろありますけれども、うんうん、まあ、まあ1ヶ月ちょっとあるのかな、まだ。まあ、そうですね、今の時点からでは、はい、そうなんですけども。そうだね、はい、まあ、若手中心でいくっていうふうに言ってるよね。そうなんです。なので今日はですね、豊さんにもう早速なんですが、その台湾戦に向けてのどんなメンバーが入ってくるか予想してもらいたいと思います。大変だな。豊さんが、いやいや、大変だよ。予想も大変ですけどね。それはやっぱりさ、はい、キャンプで注目とか増した選手とか、はい、まあ、オープン戦で結果を残してる若手だとか、はい、まあ、そういうふうにはなっていくとは思うけどね。これ3月の5、6で試合ということは、いつぐらいに1回招集されるんですか。1週間前ぐらいだろ。あ、もう1週間前に招集ということは、2月の終わりにはもうキャンプを離れて、キャンプ地を離れてってことですか。うん、でもキャンプをやらしといて、はい、3月のその頭っていうのはちょうど各チームがオープン戦に入る頃なんだよね、はい、だからギリギリまでキャンプにいさせて、うんうん、集めて試合っていうことになるんじゃないかなっていうような気はするんだよね。あ、じゃあもう本当に短期間でパッと集まって、またパッとキャンプに戻るっていう、もう、もちろんもちろんことですよね。もうそんなね、そんなところでクラスター起きたら大変なことになるし、もちろんそのチームによっては、いや出せないよとか、いや、あるよ、それはあるよ、ありますよね。じゃあ、まあ、ちょっと各チームでこの選手出そうっていうようなのを、いや、まあ各チームというよりも、はい、まあ、ピッチャーで言えば、はい、いや、出てほしいのは奥川とか、うん、高橋、ヤクルトから、まあ、阪神の高橋もそうだし、はい、とか伊藤大海とか、はい、宮城とか、うんうんうん、まあ2試合しかないんでしょ。そうです、5、6なので、だからそんなにはいらないもん ね、 だからそういう若手、はい、これオリックスから、うん、その、まあ、宮城投手とおっしゃいましたけど、山本投手は、山本はもう出なくていいでしょ。いい、そこはいいですか。だからフル代表ではない、準代表みたいな感じの若手だと思うんだよ。はい、まあ、若手でもそのもちろん全日本にスッと入ってくれるぐらいの力のある人を選んでくると思うけども、はい、うん、だけどそこは山本とかもうチームのエースだしさ、日本のエースそこで出すことはないでしょ。ないですか。じゃあ栗林投手は、ああ、それは、それはもう抑えで来てほしいと思ってると思うよ。はい、じゃあ、やっぱりある程度その準メンバーという感じで、まあ、そうだね、詰めてくるっていうことですかね。で、その栗山監督がジャイアンツの視察に来た時に、直々に坂本選手のところに行って、頼むねって選ばれるように頑張りますっていうふうにこうお互い会話してたんですけど、いや、それは行く先じゃないの、ね、WBC とか、はい、そういう行く先のことのキャプテンだと思うよ。だから、この台湾はもう坂本はゆっくりさせろって。もうそうですね。いや、坂本は疲れるからシーズン中、はい、いや、だからもうそんなところで疲れることよりも、うん、やるときはフル代表で本当にこう一戦が大事って言った時のリーダーとしてはいる選手だけども、はい、いいんじゃない台湾戦は。いや、その台湾戦を軽視してるわけじゃないけども、はいはい、やっぱ坂本が入ってるんだ、使わなきゃいけないじゃない、うん、そうじゃなくて代わりの選手を試すという意味でも、経験をさせるという意味でも、はい、坂本はいいかなというふうには思ってるよ俺は。となると、じゃあ野手でちょっと中心的な選手になりそうなの。いや、村上だよ。あ、村上選手は出そうというか、まあ、チームも OK して。もうそりゃそうだよね。これからやっぱり日本の4番とか、うん、そういうのになっていく選手だから、はい、だから、まあ、坂本の代わりに岡本、うん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 、岡本サードのファースト村上でもいい。あ、そうですね、うんうんうん、で、まあ、ショートに源田、はい、とか、うん、いてくれたらいいよね、はい、で、セカンドに三森とか、はい、そういう選手でもいいし、牧、うん、でもいいし、
牧選手は、ね、呼ばれそうですよね、 DeNA の挨拶の時。まあまあそうだ ね、まあ、呼ばれそうだけど守備がね、どこをやらすかによってその兼ね合いで呼ぶか呼ばないかっていう、やっぱある程度両方揃っとかないとさ、はい、バッティングと守備というのがね、うん、まあまあ牧がセカンドでもいいのかなっていうふうに思うけどね、守備固めがいればね、はい、うん、だからそういうような形で決めていくのかなっていうふうに思うけど、外野とかはどんな感じになりそうですかね。まあコンちゃんとか、うん、近藤ね、はい、コンちゃんとか、そうだな、松原選手とかはまたちょっとだから、まあ塩見とかいうのも試してみたいし、例えば足という意味では磯畑とか、はい、並木とか、はい、そういうのも試してみたいし、うん、だから試すっていう意味では、うん、はい、すごく呼んでみたい選手はたくさんいるよね。まあ佐藤輝もそうだし、そうですね、佐藤輝明選手なんか呼ばれそうな感じします、ね、まあそうだね、だからやっぱ経験させておくっていうのは大きいと思うしね、うん、近本選手だと、うん、もう若干ちょっとあれですか、若手ではなくなってしまうんですか、呼ばれる呼ばれないだと、うん、まあもうフル代表の中にも入っても全然いい選手だしね、うん、はい、まあ、ショートは小園とか、うんうん、はい、もう結構いるよね、いますね、そういう意味では、はい、だから若手で組んで俺はやってあげた方が、うん、まあ、若手のモチベーションも上がるし、はい、俺はいいと思うんだけどね。キャッチャーは、キャッチャーなあ、はい、まあ、中村とかいいよね、ヤクルトの、まあ、若手ではないにしても、はい、やっぱ中村がフル代表のキャッチャーだというふうに、うん、今後なっていくとか、はい、まあ、回もまだまだだと、うん、キャッチャーだけはやっぱり受け手だから、うん、そのピッチャーの特徴もあるし、はい、その国際試合で使えるピッチャーなのか使えないピッチャーなのかっていう見極めも含めて、はい、キャッチャーだけは多少経験があるキャッチャーの方がいいのかなっていうふうには思うけど、ね、あ、だったらやっぱりその今おっしゃってた甲斐選手だったり、あとは中村選手をヤクルトからとか、うん、そうだね、そうなってきますね。あとは広島の坂倉、はい、ああいうのをもうキャッチャーとして呼ぶとか、うん、ファーストじゃなくてもキャッチャーとして呼ぶとか、ね、はい、まあ、広島林とかも呼びたいし、ね、うん、結構だからいますよね、そう考えると。あ、いるいる、呼びたい選手、あ、いるいる。ただあとはチームとの兼ね合いで、例えば調子が上がってきてないからやっぱりごめんなさいだったりとか、まあそうだね、体調面とか、まあ、そうだね、藤原とか、あ、まあ、安田とか、はい、まあ、結構いるんだよ。そうですね、ただね、センターラインがいないな、なかなか、あの若手で、若手でな、うん、二遊間っていう意味では、まあ、源田がいたりだとか、まあ、菊池を呼びたいんだけど、まあ、菊池ももうちょっといいでしょ、いいでしょっていうのはフル代表では呼びたいけども、ね、経験値ももう高いしさ、国際試合、そうです、山田哲選手もフル代表では呼びたいけれども、この台湾戦では、うん、まあ、いいんじゃないのっていうような感じだよね、うん、そうするとやっぱりセカンドが、そうですね、まあ、セカンドとかね、まあ、いろいろいい競争になるよね。そうですね、うん、まあ、中野とかいるけどね、はい、います、うん、だから、まあ、そういうので競争し合ったらいいんじゃないのかなっていうふうには思うけどね。そうですよ、やっぱりなんつってもやっぱ若手を呼んで、うん、もうね、各国若手になってきてるし、はい、サッカー界の話をすればさ、ちょっとした親善試合、国際試合だったら若手にあげるから、あ、そうなんですか、負けてもっていうことで、はい、もう日本はね、勝たなきゃもうなんか切腹だみたいな、うん、あの走行試合でもそんな感じありますからね、大丈夫かとか、もうおつやになっちゃうからね、負けたら、プラスもうすぐに監督変えなくていいのかまでの論争いっちゃいますもんね。だから、まあ、ワールドカップ今予選で全日本も戦ってるけど、はい、なんか試合内容が悪かったらもう監督交代かとか、ちょっともうちょっとさちょっと肩の力抜いて見ろよって、結果まだ出てないからみたいな、そうですね、その勝つとか勝たないとかではなくて、そのやっぱりこれから使える選手かどうかっていうのをそこでやっぱりふるいにかけるっていうものもあるでしょうね。だから全日本もさ、はい、まあ、国防稲葉って来たよね、はい、これ経験がなかったんだよね、監督の経験が、うん、だからすごく大変だったと思うんだよね、はい、慣れたり選手を起用するという意味では、うん、でも今度栗山というもう10年監督やった監督が、まあ、その全日本の監督になったわけじゃない、はい、監督としての経験としてはもう申し分ないし、うん、だからこう勝つ負けるということよりも、はい、やっぱ経験とか、うん、その力量を測るっていう意味ではすごくいい監督が来たよね。そうですね、だって監督なんてその台湾戦に勝とう勝って自分の上げようなんて思ってないよもう実績十分だからさ、はい、だからそういう意味では試してほしいな、栗山監督に。そうですね、いろいろな選手を試して、うん、でその、まあ、形作るというか未来の
やっぱその侍をどういう形にしていくかっていうその線を引いてほしいっていうことですもんね。はい、まあそのあたりね、どういったメンバーが選ばれるのかもちょっと注目していきたいと思います。森藤も力むなよ誰が決まるんですかじゃねえよまあまあちょっとゆっくり見とけっつうのね。そうですね、はい